皇族会議は、かつて存在した日本の国家機関である。皇室に関する重要な事項を合議するために、天皇親臨のもと、青年男子皇族によって構成されていた。内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大臣院長も臨席したが、表決権はなかった。皇族会議は、成年以上の皇族男子が議員として組織し、内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大臣院長が参列することになっていた。また、天皇が自ら議長を務めるか、皇族1名を議長に指名した。その任務として最も重大だったのは、天皇が長期間政務を取ることが不可能になった時に、枢密院と共同して、摂政を設置することであった。別に皇室令で皇族会議令が定められており、具体的な運営については、当該皇室令に規定されていた。召集は勅命によること、摂政が設置されているときは、摂政が召集すること、議員は事故に、利害関係のある議事については、採決に参加できないことなどである。皇族会議の議決の結果は、天皇が議事を通りしないときは、議長から天皇に奏上することになっていた。事務局は、宮内省が担当した。1947年5月1日直上の皇室転藩及び皇室転藩譲歩廃止の件による旧皇室転藩廃止と皇室令及び付属法令廃止の件による皇室令すべての廃止とともに翌5月2日限りで廃止された。なお、現在の皇室会議は内閣総理大臣が議長を務め、成年皇族2名、国会衆参両院正副議長、最高裁判所長官、宮内庁長官等が議員として参加するという点で、皇族会議とは大きく異なる。1920年5月15日、東溜の間、皇太子裕仁親王は、成年皇族として、初めて皇族会議に参列する。議題は、皇族の降下に関する施行準則の件。琴仁親王より、皇族会議令、第9条。皇族会議員は事故の利害に関する議事に付、既評決の数にか、春ことを洞窟に基づき、本案は、皇族各自の利害に関係あるがゆえに別段、採決の必要なしとする意見が出される。議長によりこの通りに決定する。後に、皇族の降下に関する施行準則は、同月の19日に、宮内大臣より上奏され、採可される。これにより、伏見宮法華親王の子を一世とし、長子孫の系統4世以内を除き、親戚に降下することが定まる。1920年7月20日、東溜の間、議題は、勲一等、吉麻郎殿下に家名を、賜物非家族に列せられるの件。この件はすでに枢密院において14日に、御旨準案の審議がされ可決、上奏されており、この会議で審議が行われる。途中、士官学校在学中の親戚降下は不穏当であり、少尉任官後に延期すべきとの意見が出る。これは、今後当局の配慮を求める旨の希望の陳述とされる。議長定なる親王は御旨準案は、原案通り可決と認める旨の宣告を行い、会議は閉会される。1921年11月25日、西溜の間にて、大正天皇執平による摂政設置に関する皇族会議。議長は皇太子裕仁親王。全議員賛成により摂政設置が議決される。その後、枢密院会議でも全会一致にて可決され、摂政就任順位第1位の皇太子裕仁親王が摂政に就任した。1923年10月23日、裕仁親王は、摂政の資格にて参内する。西溜の間にて、議題は、勲一等、国久王殿下に家名を、賜物非家族に列せられるの件。原案の通り可決される。及び、説明委員、議事官省の宮内高等官が列席。1926年1月27日、西溜の間。議案は、皇族収学令案にて、鳩彦王より、男子皇族は、皇族巳令、第17条の規定により、大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍に、従事するため中学校の途中に陸海軍の学校に転学する現状に合わせて皇族巳令と整合する要皇族修学令を制定したいと修正意見が出されるも賛成者なく賛成多数をもって原案が可決される。及び説明委員、議事官省の宮内高等官が列席。裕仁親王は摂政の資格を持って出席。1926年7月8日。西溜めの間。まず皇室陵墓令案より議事が進められ本案、賛成者の起立を求め。鳩彦王以外が起立し、多数をもって可決される。次に、皇族貢献令案の審議に入り、採決は全会一致をもって可決される。次に、皇族遺言令案が審議され、全会一致をもって可決される。大正時代最後の皇族会議。1926年11月29日、西溜の間。皇室裁判令案。続いて、勲一等、弘信王殿下に加盟を、賜物非家族二列セラルルの言の審議が行われ、いずれも可決される。昭和天皇が戦祖、皇位継承して、初の皇族会議。1928年7月11日、彩り欄の間。議題は、藤丸王、萩丸王に、各人の加盟を賜い家族に列する件について、いずれも原案が可決される。1931年3月26日、国秀王の親戚降下に関する議事。表決参加辞退した朝、徹王を除く、議員全員の一致により議案は可決される。1936年3月20日、西溜の間。議事は、勲一等伯英王殿下に加盟を、賜物非家族二列セラルルの言及び、勲一等正彦王殿下に加盟を、賜物非家族二列セラルルの言。各議案ごとに、利害関係を有するため評決の数に加わらない、議員を除いて、採決の結果、それぞれ可決される。日本史上、最後の皇族会議。1941年7月7日。西溜の間。議題は、皇室親族令改正について。今回その不識中に諸義を節略しうる名分を設け、今後における諸藩の事情に適応しうるようにする。議案は、全会一致をもって可決される。ありがとうございます。